すごい危ない。これはえぐいこと思いつきました。めちゃくちゃ簡単にスパニッシュオムレツを作れる方法というものを開発しました。コンストの材料でだいたいいけます。コンスト近くにあるでしょ皆さん。うん、バーベキューウインナー、お母さん食堂のポテトサラダ、カニ風味かまぼこ、まあカニかまぼこでいいですよ別に。すごい守りたい感じ出てます。クレーマーされたんでしょうか。カニかまぼこでもカニでできてんやんけって思いませんので、すごい怯えてる感じのタイトルですよね。まあカニ風味かまぼこと、あと卵、全部ファミマの具材で、スパニッシュオムレツ、スペインオムレツですか。さあ作っていきましょう。パックのご飯です。非常に簡単です。時短かつ優雅なひととき感じていただきたい。まず肉やります。レンジ、レンチンしてる間にここでできる作業があります。まずこれ貴重に使ってください。2本入れた贅沢ウインナー、そしてカニカマですよね。これも2本でいきますか。ここ2本ですので、割いてください。どんどん割いてください。時間は割かないでください。時短ですので。そうね、ほうれん草ね、これすぐさま、はい、いきます。こうね、乾くんで卵、はい、これ、ね、乳糖みたいになりまして、こう混ぜさせていただきまして、でですね、ポテサラ、スパニッシュオムレツといったね、じゃがいもの感じ、半分でいいです。こうね、なや誰やの、なんや、女性か。ほいで、そして、カニ風味、誰やの、女性か。あ、いいやん、なんか良さげじゃない。そしてラッピンで、これでちょっとね、慎重に、ほいで、忘れてました、今回ピクルスちょっと作らせていただきまして、これもめちゃめちゃ簡単です。今日ちょっとコンストのやつだけで行かさせていただいておりますけど、コンストで買ったこれとコンストで買ったこれ合わせて、これ入れて、あとこんなんなくてもいいんですけど、コンストで買ったこの鷹の爪的なやつ、すいません嘘つきました、コンストでまとめようとして、これはコンストじゃなかったです。この鷹の爪はどっかスーパーで買いました。まああとは味の素、塩入れてこう揉んで、意外と揉み揉み、強めの揉み揉み、もう1時間も経ってないうちにもうしなっとしてくる。それで作ったピクルス的なやつ、あ、いい感じじゃん。でこれでパッ、すげえおもろ。これすげえな。じゃあちょっとスペインの風感じたいと思います。橋ですけどね、ここ日本ですね。あ、じゃがいもの感じいいですよね、この感じ。あー、めちゃくちゃうまい。いや、これベリーウマーバです。うわこれね、横着にこうやって乗せちゃいましたけど、包丁でちゃんとこう切っていったらすごいいい感じになると思います。ほんでこれ、今回この具材やったけど別に何でもいいもんな。というかこのトレーがすごい、これ朝これでいいかも。ずっとこれに何を入れるかの大喜利です。全員に課された大喜利です。これを見てしまった以上、卵っていうのはベースが決まった上で何を入れるのか、要は今回スパニッシュに寄せましたけども、バナナ入れてもいいわけだから、ほんまに何入れてもいいのよ。お魚とか入れてもいい、お魚入れてもいいやろうね。キムチ入れてもいいんちゃう。キムチ、わー、おいしそう、絶対うまいよ。コリアンオムレツですよ。明太子とか、うわ、明太子やばいな。出してくれや、もう大喜利に答えてる。画面のあなたも答えてるでしょ。バレてんで。これいいぞ、だいぶ手応えあります。これはうまい。いや、美味しかった。いや、ほんまうまいし、エアジうまんつ、エアジバンドエイジ、ゆで卵でした。ゆで卵先生、またギガファイル便で動画を送ってください。ごちそうさまでした。ありがとうございました。